新発田方面に向かう新潟バイパス下り線は3車線の道路となっています。当時歩行していた男性がトラックに轢かれ一番左の車線で倒れていたということです。警察によりますと午前3時半ごろ新潟市東区寺山の新潟バイパス下り線で運送会社のトラックが道路を歩いていた男性をはねました。はねられた男性は救急隊員により現場で死亡が確認されました。その後の調べで男性は近くに住む大学生五沼龍也さんと分かりました。新潟バイパスは歩行者の通行が禁止されていますが、事故の直前にはバイパスの中に人が入り込んでいると警察に通報が寄せられていました。警察は五沼さんがどこからバイパス内に入ったかなど事故の原因を調べています。事故の影響で新潟バイパスの下り線は午前8時過ぎまで4時間以上にわたり通行止めとなりました。